めぐみ祭は、戦国時代の僧侶。正式名は、キコリアンめぐみ祭または、キコリアーめぐま祭。岡崎城主、松平広忠の諸子、徳川家康の異母兄弟。聖母は、お牛松平家松平の政の娘、お宮の方。同母兄は、松平忠政。はじめの法名は、英心、または、めぐみ心という。 天文十年にお台の方の岡崎城越入れの際、広忠の側室、お給の方は、長男貫禄を連れて、化粧殿である近郊の桑谷村へと移って過ごし、翌年に恵ま祭を生んだ。天文十一年十二月二十六日に誕生、家康と同年同姓だという。一説には、お台の方の子で家康と双子の兄弟という。a 6五年に、 今川義元から独立して、岡崎城に帰参した家康はこの星を訪れて、面会したという。この星は、古、広忠の遺廃に参り、遺廃に、同館内前聖門尊令と自筆を認めた。この時、お宮の方は出家し山となり、病林と称し、広忠の母代のため寺の建立を家康に来い、広忠の名前を自業とした、随勇山広忠寺を、 区は谷村に混流した。た恵妻がその住職になったと伝わる。しかし、お給の方が、天文10年には40歳前後とする記録がある。ことで、お給の方が、当時15歳の広忠の側室とはするのは、不自然であり、ただまさ、めみ祭兄弟は、広忠の子としては不自然とし、これを否定する説もある。ありがとうございます。